西木通り金通りは、名古屋市の中心部を東西に貫く福院40メートル、6車線の幹線道路である。太平洋戦争後の名古屋市の都市計画の中で、都心部の高速度鉄道建設用地として確保、されていたものが、名古屋市営地下鉄1号線の建設工事後に道路となったものである。名前の由来は、古今和歌集収録の和歌とされている。 西木通りの名前の由来が記された、石金通りは、西の愛知県道68号名古屋、津島線交点である、笹島北交差点と東の池下北交差点をその、両端とする、名古屋市屈指の市街地の中を東西に伸びる、幹線道路である。もともとは、太平洋戦争後の名古屋市の復興都市計画の中において、伏見駅栄駅を除き高架線で計画され、 用地の確保が行われていた名古屋市営地下鉄、東山線が路線沿線地域との協議の結果地下線による建設に変更されたため、その地上部を道路としたものである。そのため全線にわたる地下に地下鉄東山線が走っている。用地の確保が行われていたことから地下鉄工事は事業費節減のために露天掘りで行われた。また、 西木通りの南側を、広小路通が、少し離れた北側を、桜通が並行している。西木通りの名は、古今和歌集収録の蘇生防止の和歌、見渡せば、柳桜を国旗混ぜて、当ぞ、春の西木なりいけるに由来するとされている。新設される道路は北側を走る桜通と、南側を走る広小路通りの間を走ることとなる、ため、蘇生防止の和歌の、 柳を広小路通り南の柳役市に桜を桜通に見立て、和歌の下の区、西木成りけるから西木通りと名付けられた。中区の西木通沿線には、命名の経緯を記した石碑が建てられている。また、1984年に名古屋市が市内の道路の愛称を公募した際に、従来から用いられていた通称をそのまま道路の愛称として制定した。 愛知芸術文化センター南側立橋上より東方向東新町北交差点方面新築佐橋上からの西木通西向き堺方向サンシャイン堺マザックアートプラザ JR 築西駅直上を通過する西木通り、池下バスターミナル名古屋市営地下鉄東山線その他西木通りは東山線の真上にあるため通常時の走行ルートとしている 市バス路線は少ないが、名古屋祭りなどのイベント開催時は、並行する広小路中が、車両通行止めとなるため、広小路通りを通常の走行ルートとする多くの系統が、西木通りを、迂回経路とする。また、JR 東海バス JR バス関東等が、運行する高速バスの路線で、東名高速道路名古屋インターチェンジ方面に向かう、車両は、西木通りを、 通常の走行ルートとしているものが多い。ありがとうございます。